はい、何でしたっけ？ドンキで買ったもので宴する、その2、やっていきたいと思います。その3、その4、その5の可能性もなくはない。今の時刻は、18時過ぎ。まあ、定時で帰ってきたって感じです。定時で逃げ帰ってきました。まあ、皆さんに、まあ、小ネタとして見せられるならば、こちら、秋味、もう秋かよ言いながらも、製造がですね、2021年7月なんですよね。7月、夏だよ。夏初めだよ。秋味、あれだね、あれ行こうか、その、よっ。今これ常温なんですよ、常温。常温秋味を飲む。まあ6本あるんで、1本常温で飲んでもいいかなと。6% の秋味いきます。ビールは常温で飲め。という言葉があり。まあ常温も悪くない。これ食べます。くん玉、小腹が空いた時や夜食にもグッド、100円。カップラーメンと一緒にいいっすよね、こういうのがね。こういうのがいいんだよ。このね、色よ、色。もう買った理由はこの色。染み込みまくってる、この。これ絶対うまいでしょ、こんな、こんな、になるまで染み込んだ、くん玉とか。うん。うまっ。と常温ビール、常温で飲むビールも2だわ。ビール 6%。 なんかどっちかがな、アルコール強く感じるかなと思ったんですけど、どっちも同じですね。アルコールの強さは、なんか、ぬるかろうが、冷たかろうが同じです。自分的に。マジこのくん玉が100円は安い。常温で、この動画の後は30分ぐらいミンゴルをやって、で19時、ネジキが始まるので、まあちょっとだけやるって感じですね。うまっ。
あとは、こちら。クラフトチーズカマンベール入り 6P。もうすでに1個足りてまして。これ昨日ですね、昨日紹介した生ハムと一緒に、カマンベールチーズ一緒にして食べました。いや、うまかった。うん、動画にはなってません。こちらのカマンベールチーズと、くん玉を合わせて、ちょっと食べ合わせしようかなと思います。いただきまーす。うん。合うと思うんだよね。神。この食べ合わせ神。すんげえ、すんげえ濃厚。これはうまい。この食べ合わせはすごく合う。バチクソ合う。だからまあ、なんかおしゃれな形にして食べるのもありかもしれない。すごい。この食べ合わせの相乗効果たるやいなや。まあ、常温巻き味めっちゃうまいぞ。めっちゃうまい。くん玉カマンベール最高。この食べ合わせ最高。常温秋味最高。あ、秋味の正しい飲み方の可能性はあるね、これ。常温にするっていうのは喉越しとかじゃないんですよ。だからその、グビグビ飲む感じじゃなくて、少しずつ飲むような感じ。口の中に含ませて。だって一気に飲んでも美味しくないからね。良さがないから、冷たいものを口の中に流し込むっていう良さが、常温のビールだと、利点がないので、口に含んで味を楽しむっていう。そっちの流れになるんだよね。だからこう、一気にアルコールを、なんか、吸収するっていう感じじゃないので、
なんかきつく感じだよね。まあ、ついでにこれも食べましょう。明太マヨイカ天。絶対うまいんだよ、これ。わかるんだよ、パッケージで。パケ買いだよ。絶対うまいから。で、今日の、ねじき、乾線に、まあ、これは使うと。うん。うめえ。全然残ってるわ。残りの秋味をどう配分するかですね。冷やしてもいいし、やば、常温秋味いけるね。うん。これは飲めたもんじゃねえかなと思ったけど、そんなことはなかった。だから、セーフのビールとアウトのビールがあるんだろうな、多分ね。常温の場合。うん。よっ。で、まあ、今回の、何でしたっけ。今回の、ドンキで買ったうんぬんかんぬんを最後にするために今回で、もうこれも開けちゃおうかなと。これキンキンに冷えてます。インドネシアのビール180円。安っー。さすがドンキ。どう考えても、秋味の後に飲むようなビールじゃねえのはわかってる。この最高のビールからのインドネシア産ビール180円。秋味より安い。そんな海外のビールを今から飲みます。言うぞ。ビンタニックス。インドネシアのビール。あいつ元気かな。インドネシアに行ったあいつ元気かな。さあ、行きましょう。アルコール 4% 以上 5% 未満。飲みます。怖いもの。うん。なるほどね。酸っぱい感じが一瞬あるかなと思いきや、酸っぱいもそこまでない。そして何もないって感じだね。酸っぱいの来るかなっていう感じの、でも酸っぱいのそんな来ないなって思って終わりっていうビールですね。うん。で、このビールの特徴、ここですね。すんごい特徴がある。この、ここがですね、かなり尖ってる。ここが。この、縁が、90度になってる。海外のビールでもこんなのないぞ。外れ引いたのかなって思うぐらい90度。うん。まあ、口が傷つくっていうこともないでしょうけど、飲み方によっては、結構危ない。紙で手を切るみたいな、そんな、それぐらいの危うさがある。飲み口。うまいか、まずいか。うん。うん。海外のビールで180円。納得。納得だわ。この動画切ったら、排水口にドボドボやる。いや、そこまでじゃないけど、ないけどね。なあ、でもね、これ一回飲むのはありかもしんない。オリジナリティはめちゃくちゃある。こいつのオリジナリティ半端じゃねえ。うん。限りなくディスれるな、これ。これはね、まあもちろん言えるのは、これ生ビールなんですよね、確か。これ生ビールだよね。うん。リキュールより劣るよな。すごい。
いやー、じゃあ日本のビールってすげえんだなって思わせてくれる。他の外国のビールもうまいっすけど、これ以下になるのはなかなかない。いや、まずくはない。まずくはないんだけど、基本ビールはみんなうまいから。しかも今回これキンキンに冷やしたからね。もうガチのキンキン。じゃあ、この流れで秋味常温と対決させます。100対0。まあ当たり前か。当たり前だけど、100対0だわ。このキンキンなのにな。面白いね。だから、このビールってやっぱ面白い。いろんなビールがある。なんつうか、無理やり作ったビールみたいな感じ。もう、この世に、このビールしかないよって、なって、そうなったらみんな毎日飲むじゃないですか。もうこれしかないよってなって毎日飲むじゃないですか。でも自分飲まないな。毎日は飲まない。でもこれしかこの世に存在しないっていう場合だったら、週一行くか行かないかって感じだな。もうメタ提供だわ。参加しただけ。ビール製造に参加しただけ。これね、これ飲んじゃうとね、あ、自分もいけんじゃねって思っちゃうレベルだね。だからいいんだよな、ビールって。いろんなビールがあるっていいな。海外のビールで180円の理由がよくわかった。このビールはどのビールよりも間違いなく劣る。いや、そして、まずくない。まずくはない。これ面白い。これ面白い。どのビールよりも劣るのにまずくないっていうね。いや、いいわ。まずいビール。まあ、口に合わないビールはあるけどね。そのバナナビールってやつで。もう、世界的に賞も取って、超有名な、日立ビールの、もうすごい、箔のついたビールですけど、あれはもうまずかったんで、無理だったんで、えぐみがやばかったんで。でもそれがドイツの人には大受けしたっていう。で、賞も取ったっていう、まあ究極の、まああれが一番とんがってるかな。自分の中で一番思ってるビールとしては。それのもう超対極だね。超対極。水、炭酸。ちょっと酸っぱみがあるかもしれないって思わせるような、それだけのビール。でもまずくない。飲える。でもこの動画切った後に飲まないかもしれない。そして、秋味は常温でも超絶うまい。まあこんな感じですね。ちなみにこの明太マヨイカ天は、うめえっす。これうめえ。これ最後にこのイカ天の紹介して終わりっすよ。ちゃんと明太マヨイカ天。このパッケージ通りのイメージ。味は。あとはつまみ用に、なんかちゃんとしょっぱくなってる。しょっぱいというか辛いというか、酒が進むような、ちゃんとね、体に悪い味がついてる。これね、うまっ。いや、うまかった。なんかコロナビールの劣化版みたいな感じ。これ。
コロナビール3段階落とした感じ。ビンタングでいいのかな。だからコロナビールは結構おかずと合うんですね。いろんなものと合うんですよ。味が薄いから。うん。だから大体つまみとビールってやったら、まあ文句は言わない。ビールだけだったら文句出るけど、これはなかなか興味深いビールですね。何かのビールを言うときに、このビンタングよりかはマシとかって言いそう。あー、この秋味をもったいない感じにしよう。この秋味をもったいない感じにします。秋味はすごくね、濃いんですよ。味が、旨味がね、すごい。だからこそ、ちょっと薄める。なんかすげえ、キリンラガービールみたいになった、これ。急にキリンラガービールだ。うん。麦が 1.3 本分が1本分になったんで、キリンラガービールになりました。面白い。しかもあれだよ、これ。6% だよ。6% と、4% 以上 5% 未満だから、5% から 5.5% になって、まさにキリンラガービール。そういうことか。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回あるかな？わかんないですけど、また機会があれば、はい、宴を開きたいと思います。それではまた、次の動画も、よろしくお願いします。失礼します。